はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直輔です。はい、今日はですね、アクセスの検索フォームができるまでということを皆さんにご紹介をしていきたいというふうに思います。なんとか、何回かセットっていうかね、シリーズ本になると思いますけど、毎週火曜日はちょっとアクセスのことを上げていきたいなというふうに思っておりますので、どうぞ ご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでですね、皆さんに、まあ、サングラスのことをちょっと言っておきましょう。サングラス、別に好評が良くてですね、私、サングラスをしてないわけではないんですが、どっちがいいですかって言ったら意見が割れたので、火曜日はサングラスをしない日、金曜日はサングラスをする日ということでお届けをしていきたいというふうに思っております。評判が悪かったらね、またサングラスするかもしれないし、評判が良かったら素顔のままでいくかもしれないので、よろしくお願いいたします。で、ちょっとですね、この、一番初めの動画、まあアクセスなんですが、本当に基礎から、分かりやすく説明をしていこうというふうに思ってます。アクセスをやりたいけど、分からないからやめたという人、一回やったけど挫折をしたという人、いろいろいらっしゃると思います。この内容はですね、私の今動画の中で、何回も言ってることなんですが、もう一度説明をしたいなというふうに思っております。なのですで、に私の動画を何回か見たことある人は説明がかぶるところがありますが、ちょっとご了承ください。で、まずアクセスを使おうと思ったらですね、何回か何回かというか、いくつか心に誓わなければならないことがあります。はい、それがですね、まずやってみようという気持ちです。いいですか、やってみようという気持ち。ちょっとですね、皆さんこれ、見えますかね、これ。はい、これ、私がですね、お正月にこれずっとやってたことなんですけど、ハードディスク、外付け のネットワークのハードディスクが壊れまして、データ復旧を業者に頼もうとしたんですね。ホームページで探して、ホームページで探したらですね、なんと、1万円という値段があったので、ここに頼もうと思って、で電話で実際に、依頼をして、まあ、重要事項ということを多分説明するんでしょうね。私も電話の仕事をしているので、必ず契約するときにはお客様に重要事項を説明するんですけど、その時に最高で40万っていうふうに言われたんですね。まあまあまあ重要事項なのでということで、まあ可能性として話は聞いてはいたんですけどね。で実際にハードディスクを送って見積もりを取ったら18万って言われました。18万ですよ、ね、そんな大したデータなんか入ってないのに18万と。で、今回どうしますかっていうふうに言ったから、やめますって言ったんですね。そしたら、原因は何でしょうかって言うから、いやちょっと18万じゃ高いですからっていうふうにして、言ったんです。そしたらその方が、じゃあ着払いの手続きをしますので、3時間後ぐらいに電話をしてくださいって言って、僕電話したんですね、もう一回。そしたらその方何て言ったかっていうと、18万の時と、やる作業は同じなんですが、今回特別に8万円でやりますと。10万円も値段下がったんですね、10万円も。んで、ただし当社提携のクラウドサービスに入ってくださいっていうことで、月当たり2900円かかるので、これを1年間契約してくださいと。そうすると大体10万円ぐらいになるんだなっていうことが分かったんです。その時とてもじゃないけど10万円も払ってられないと思って、やっぱりやめますって言って、自分でなんとか復旧したいということで、ハードディスクを分解して、まあそのね、生のハードディスクっていうか、生のハードディスクをパソコンにつないで、それでネットを見ながら、パソコンの中に仮想環境で Linux を入れたりとか、入れて、データ復旧したんですね。で、これ値段がですね、2170円。あと、データ移行するためのハードディスク、大きいのがなかったので、1テラのを買って、それが7000か8000ぐらいなので、本来でしたら、8万円、まあ、10万円ぐらいかかるものが1万円で終わったというお話です。これ正月僕ずっとやってたんですね。で、まずその時に、もう、諦めよう、もう自分にはできないから10万円も払いたくないから諦めようと思うのか、それともよっしゃと、ちょっとネットで検索したらこんな記事があったから、まあランニングコストもそんな高くはないしやってみようと思う気持ちで、皆さんもアクセスにもし挫折をしてるんだったら、ぜひこの動画を見てやってみようと思ってください。ね、やってみようと思えばできます。そしてやってみようと思ったけど、今度はやってみようっていう気持ちから、こうどん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 モチベーションが下がって挫折してしまう原因があります。でアクセスに関して挫折をするあるあるっていうのは僕あると思うんですね。
そのあるあるってじゃあ何っていうと、どうしてもできない人はもうアクセスを途中で諦める人っていうのは絶対にこう思うはずなんです。いいですか。ね、Excel はこんなんじゃなかったのにっていうふうに絶対に思うんですね。教える側からしてみると、これとこれを比較して教えるっていうのはすごい重要なことなんですけど、どこの、例えば Google で検索しても Excel アクセスっていうふうにやると、やはりリレーショナルデータベースとか大量のデータがどうのこうのってダーッと言葉が並んできて、とてもじゃないけどそれを、もう全くわからない人っていうのはそれを理解しようとするだけでも結構な時間がかかります。Excel はこんなんじゃなかった、Excel はこんなんじゃなかったのにっていうふうに言いますけど、じゃあこれちょっと皆さんね、人間関係で置き換えてみてください。私も結婚してますけど、じゃあ3年付き合った彼女と僕別れたとします。ね、お別れしちゃいました。で、その時にですよ、ね、なんか好きな子が できてね、新しい恋愛を始めようと思って何回か付き合っていくうちにでですね、で、僕がついこういう言葉を口走ったらどうなるでしょうか。前の彼女はこんなんじゃなかったのにっていうふうに言うと、多分もう恋愛終わっちゃいますよね。まあ女性もあるかもしれません。元彼はこんなんじゃなかったのにって。で、そうするともう山口百恵のですね、イミテーションゴールドじゃないですけど、利き腕が違うとか汗が違うとかほくろが違うとかって嫌なことばっかり思ってくるんですよ。で、そうなってくるとアクセスは絶対に極められません。使えるようにはならないので、まずExcel、アクセスをやってると、アクセスをやるときは、そういうことは絶対思わないように。Excel でアクセスでできることは、Excel でできることはアクセスでもできるんだというふうに思うことですね。そしてしばらくの間 Excel は触らないことです。余計なことはしないこと、要はその表計算とかやる分には全然構わないんですけど、データベースチックなことは全てアクセスでやるということ。そしてアクセスを、使えるようになって、いいところをアクセスに任せるっていうことですね。だからそもそも比較すること自体が使う側からしてみたら、初めてアクセスに向き合う方っていうのはエクセルと比較すること自体がもう無理なんです。ダメなんです、それをやっちゃ。はい、それも、で私何回か挫折してますので、よく他人の空になんですって動画とかで言うんですけど、今ちょっと考えが変わってきまして、分かりやすく言うと、双子のですね、マナちゃん、カナちゃんと同じようなもんですわ。マナちゃん、カナちゃんって顔も、性別も一緒ですけど、顔は、ちょっと若干違うかもしれないですけど、人格とか人間っていう風になってみたら、マナカナというものを一人とは数えません。絶対二人で数えるはずなんですよ。で、ところが、双子って、テレビ番組で僕見たんですけど、不思議なこうテレパシーみたいのがあって、例えば双子を別々の部屋に置いて、片方の、人のこう左手をこうぐーっとつねったり痛い思いをすると、別の部屋のね、双子のもう一人の方が何もしてないのに左手に違和感を感じる、痛いとかっていうことを感じるっていうふうに、ちょっとテレビで見たことがあるんですけど、Excel とアクセスってまさにそういう関係にあると思います。なので、Excel とアクセスってどこかで微妙につながるんですよ。それが私の動画でやってる Excel とアクセスの連携ってこうなんですよっていうことなんですね。はい。で、それ、アクセスがある程度使えるようになって、Excel もある程度使えるようになってきたら、いいところをExcel でやる、いいところをアクセスでやるっていうふうに分けていけるんです。この2つのアイテムを使いこなせると、業務の集計だとか、管理、在庫管理だなんていうのは本当に楽になります。これもコメントいただいたんですけど、検索フォームだけじゃなくて、アクセスのね、在庫表の管理とかもやってくださいみたいなコメントをいただきましたので、在庫表にはちょっとつながるかどうかはわからないですけど、一番、初めの頃は、顔も出さないで、こうずっとやってたんですけど、ちょっとね、正直会社に顔とか、バレたりね、すること嫌じゃないですか。だからやってたんですけど、実際の業務内容をここの動画で公開しちゃうと私は怒られちゃうっていうか、クビになっちゃうので、私がどうやってシステムを作っていったかっていう、そういうね、思考過程っていうんですかね、こんなおっさんなんですけど、大したためにもならないでしょうけれど、しょうもないことかもしれませんが、皆さんにご紹介をしていきたいと思います。
まあそれで終わったらね、なんかアクセスのなんか模造の試験とか、VBA のね、なんか試験とか受けてみて、それでまあそれもなんかご紹介できたらいいなぁなんていうふうに思っておりますので、ちょっとシリーズものになりますが、お付き合いのほどをお願いいたします。で、今日はそれほど重要なことは説明しません。本当にアクセスを初めて開いた方に、こういう動画を、提供したいと思いますので、もう僕の動画を見てこういう説明はもう何回も聞いてますという方は今日は見なくて結構です。はい、じゃあやっていきたいというふうに思います。それではパソコンの画面に切り替える前にいつもの決め台詞です。はい、あなたのハートにアクセスしたい。はい、じゃあパソコンの画面いきたいと思います。はい、じゃあスライドショーでいきたいというふうに思います。アクセスの、最強の検索フォーム作成まで、ということで、やってます。で、アクセスの起動までということでデータベースは設計が大切ということになってます。横に、直すけいかわというふうに、いかわの愛が、小文字になってますが、直すけいかわというふうに書いてます。まあ、著作権どうのこうのっていうつもりはないですけど、まあ、一応著作権私に属するということでちょっとこれを入れてみました。はい、ではですね、まず何でもそうなんですけど、やるからにはですね、皆さんがまずどんなことをしたいかということを大まかでもいいから考えることです。よく会社とかで仕事をしてますと、後からね、もうどんどんこう、なんていうんですかね、後出しでこれを付け足してこれを付け足してとかっていう風になってくると、もうやがましいやっていう風になっちゃうんですけど、まず完成形をイメージすることです。で、これよく僕動画で言ってるんですけど、アクセスってね、やっぱ大工道具なんですよ。皆さんがホームセンターで大工道具を購入して単素を作る場合とデータベースを作るときを比較して考えてくださいということです。単素を作る場合っていうのは、皆さんどういう単素が欲しいかって絶対イメージしますよね。で、データベースもそうなんです。どれくらいのデータ入れるんだろうっていうふうなことをまず考えなきゃダメですね。で、どのようなものを収納するのか、これフィールドの形式を決めます。アクセスっていうの、エクセルっていうのはもう何でも、もうセルにもうどんどん入れていけばそれが勝手に動きますけど、エクセルはそうじゃ、アクセスはそうじゃないです。時間型、テキスト型、イエスノー型、ハイパーリンク型、イメージテンプの、イメージファイルの添付、それから何ですかね、長いテキスト型とかって、もういろんなフィールドが決められてるので、特に会社にあるデータベースチックな Excel をアクセスに移行する場合には、パンってやったら貼れるかもしれないですけど、ところどころ飛んじゃったりなんかします。要は形式が合わないっていうことで、で、形式が合わないものっていうのはじゃあどうなるかっていうと、 Excel は勝手に判断して日付だろうが何だろうが短いテキスト型で貼ってしまうみたいなことになってしまうので、これは自分でまず決めた方がいいと思います。で、使いやすい引き出しが ありますか。これは今回私が紹介するのは、検索がもう簡単に検索できるのかっていうことですね。クソ難しいものを作ったからだって別に人は使ってくれないので、何も知らない人がそれをやって本当に使えるかっていうことをまず考えなきゃダメです。で、これ4番目なんですが、単数ではできないっていう風になってるんですけど、なんでできないかっていうと、1個単数作っちゃったらそれに何ていうんですかね、付け出すことができないの、できないんですよ。単数を引き出しを何ていうんですかね、付け出したりとか。で、データベースの場合は、まあ、フィールドの追加が容易かということをまず考えた方がいいと思います。で、これが、もう1個で、望んだ単数を作れる技能があるかと。で、どのようなデータベースが必要なのかっていうことを、比較してるんですけど、単数が作れない、その技能がない人は買ってきちゃった方がいいですね。だからお金のある人とか、もしそういう SE の方がいるんだったら、その人に依頼した方が全然いいんですけど、それだとこの動画の、意味がないので、まず、どのようなデータベースが必要なのか、自分が頭の中に描いたものっていうのを考えてみてください。
私が一番初めにアクセスを覚えようと思ったのは会社で業務をやってる時になんですけど、うちの会社って、月に使うエクセル、まあ、集計のために使うエクセルっていうのが4つか5つぐらいあったんですよ。それをいち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 開けなきゃならないのが僕本当に面倒だったんで、それをアクセスで一発でできないかっていうのが、まずアクセスをやっ、アクセスを覚えようと思った原因だったんですけど、そこで一回挫折してます。もうエクセルでいいやっていう風にね、それはまた後々ちょっと お話をしていきますね。はい、じゃあ次いきます。はい、で設計が決まったらまずアクセスを開いてみてください。そうするとエクセルとは違って右の図のような画面が出てきます。で初心者はもうこの辺でもアレルギー反応が出てきますね。私も一番初めに触ったのはアクセスの2003だったんですけど、当然初っ端から多分ね、アクセスをね、使う人ってね、いないと思うんですよ。データが空っぽの状態で。使う人って僕、まず絶対いないというふうに思うんですね。どっかから、Excel からデータベースチックなものを貼って、比べた時に、アクセスと Excel って似てるんだなっていうふうに思うんですけど、じゃあ自分が実際立ち上げたら、全くなんかもう身に覚えのないような画面が出てきます。で、もう一度言いますが、アクセスが大工道具なんですね。だから初心者の方がいきなりタンスを作れないっていうのは同じなんです。で、臆さないで、この空のデータベースっていうのがありますので、これをクリックしてみてください。そうすると、保存する場所を聞いてきます。で、ファイル名を検索としてやると、通常は、マイドキュメントのところに検索ドット ACCDB というファイルが作成されます。で、そこでやっとアクセスの画面が表示されるんです。ここがもうスタートラインなんですね。Excel に似てるようなものですが、全く別物ですということです。はい。で、ここからどん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 説明してしまうと、私のネタもなくなってきますし、動画の幅もなくなるので、今日はここで終わりますので、パソコンの画面は今日はここで、終了したいというふうに思います。はい。で、今日、なんでこれを言うふうに、この動画をまず上げようかというふうに思ったらのかと言いますと、皆さんが、アクセスがある程度使えるようになった時に、今、僕の、言った話っていうのは絶対に役立ってくれるもんだというふうに思ってます。僕が、アクセスでこう挫折した時には、このアクセスは大工道具だっていうのは、どこかのホームページで読んだんですよね。Excel っていうのは完成形の単数を買ってくること、アクセスっていうのは大工道具だっていうこと。で、じゃあその犬小屋を作ろう、単数を作ろうって時に普通の人は絶対に犬小屋を買ってくるでしょうし、単数を買ってくるんです。で、お父さん単数ね買ってきてって言って、分かったって大工道具を買って、板とね大工道具を買って、とんかつとんかつをやるお父さん、まあ、よほどなんか手先の器用な方だったら別でしょうけど、普通はいないはずです。で、それで試行錯誤して、タンスみたいなものができるけど、結局家族が望んでないものが出来上がったりなんかしちゃうわけですよね。だから、アクセスは大工道具なんだと。で、いわゆる修行から始まるわけですよ。カンナをかけたり、ね、釘を打ったりとか、そういうところから始めていかなきゃならないんです。で、皆さんもアクセスにつまずいたら、そういうもんなんだっていうことを、ぜひ覚えてください。アクセスは、大工道具なので難しくて当たり前なんですね。ところが一応使えるようになってきたら、大工さんがですね、ノコギリかけるのがノコギリかけるっていうんですかね、ノコギリ使うのが難しい、釘を打つのが難しい、ね、カンナがやるのが難しいなんてことはいないと思います。なぜかというと、それを生業にしてるからです。でも皆さんは大工にならなくてもいいんです。ちょっと手先の器用な日曜大工が好きな、お父さんもしくはお母さんになってくれて、で本来だったらタンスを買ったら3万円するものが、お父さん と、お母さんが、大工道具を買ってきて板を買ってきたら5000円で出来上がったと、それぐらいの気持ちでいいと思います。はい、で、ぜひとも、挫折をしないで、頑張って、皆さんと、やっていきたいというふうに思いますので、お付き合いのほどを、よろしくお願いいたします。ではこの続きはまた来週の火曜日にしたいというふうに思います。はい、ちょっと私の話が長くなりましたけれども、今日はこの辺で失礼をしたいと思います。どしどし質問ですとかそういったものを受け付けておりますので、
で、なんかね、ちょっとね、いかがに聞いてみようかなっていう思う方がいらっしゃいましたら、ぜひとも、コメント等に、入れてみてください。批判的なコメントも全然入れてもらって構わないので、はい。しょうもない動画なんですよ。しょうもない動画です。でも、僕がアクセスを勉強した時には、夜中にね、本を開いて、検索をしてる時に必ずこう思ってました。このスキルは、本当にいつか僕を助けてくれるスキルになるんだと。そして、皆さんとお会いすることができてます。で、知識は荷物になりません。どんなしょうもない知識が、どこで皆さんの人生に役立つかはわからないです。勉強は重要です。で、年は関係ありません。一つでも多くのことを覚えて、ぜひ皆さんの人生が豊かになりますようにということで、この動画をお届けしたいというふうに思っております。はい、ではまた来週会いましょう。さようなら。